次はダンヘイブンの こっちね、これね、はい一緒になるとこたくさんあります。手だけやってみると、ではまず元基本はベーシックなところはそうここ一緒ですね、最後も一緒、タンタタ一緒、タタタタタタ一緒、タタタタタタ、ここは一緒じゃない、ここはバラバラ全部ね、スネア3回入る、あ、書きますね、これも書きます、ちゃんとこれは結局はタンタタこういう。手だけ書くね、thank you.
大事なところで言うと、リズムがちゃんと一定じゃないっていうところがあって、はいはい、やっぱり右手が常にこれは同じリズムをタンタタタンタタ、早かろうが遅かろうがタンタタタンタタ、これがずっと鳴ってなきゃいけないんですけど、やっぱり鳴ってないんですよ、それ。それでこれタンタタタンタタタンタタはやっぱり違うリズムになっちゃうんですよね。じゃあこれがまず鳴ってることを絶対やるためには絶対条件。ここも一緒だし、ただここはバラバラだし、そのちゃんと区別をちゃんとしないと、うん、今それがね、ミックス、ごちゃごちゃ混ざってくるので、はい、うん、これが聞こえてこないです。タンタカタンタカ。このちゃんと3連タタタタタタタをちゃんと出さないとできないですよ。これだったら多分できないです。バヘレは。ラテンとかジャズだったらこれでいいんだけど、ロックは絶対無理。タタ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 意識がないとコントロールできないと。どうしてもこうなっちゃうね。だからこれは絶対コントロールできない。僕もできないです。テンポ的には逆に遅いと。パターンですね、これ。まずシンプルなパターンと。